お疲れちゃんです。スラットです。というわけで今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですねこちらねダブルエリクサー大会、まあ、グローバル大会が来てますので、こちら進めていこうかなと思います。残り1日15時間で、現在ね22勝1敗でございます。で自分の方のねアカウントは25で5バついちゃったんで、ちょっとねはい、いくつかのアカウントでやってるというわけでやっていきます。でデッキなんですけども、このキョスケスケラ、なんかいつも僕ねこれ小屋入りの遅延型のねキョスケスケラを使うんですけど、このデッキが上位に行って拾いました。拾ってこれでやって一回ねこのクロスに負けちゃって、まあそれ以外は結構勝ってるって感じですね。直近はなんかね負けたのでデッキ変えたって感じですけど、まあなんかこのデッキでね安定してるかなというわけでやっていければなと思います。よろしく。いやマッチングするの早いな。いやマジでバッチ取りたいですね。そうランキング50位以内というか、もう一桁ですね。一桁以外はいらないですね。さあタルババ、ザッピーだとキョロイか親衛隊のロイホグの可能性がありますね。エレスピ、あーまだどっちの可能性もあるな。どっちや、まあまあまあ、お待ってトリトン、走め走め、早く気をつけ、お前走れ、マジで走れ、歩くな。これさ入るよな。お疲れピーポーじゃない。うわめっちゃいいロイジャイ、何それ。いや極めすぎでしょそのロイは。いやマジか、これね今はもう大ダメージね終わるっすよ普通は。あでもスケラが結構入ってるんですね。スケラが結構入ってはいる。さあ今回の相手はキョロイか。キョロイ、あのトリトンすげえ厄介っすよね。ちょっと足前で蓋してあげて、でまあ僕は最悪防衛フリーズとかもあんのかな。もうしない方が多分あんまいいですよね。でちょっと引っ張って両サイのタワーからね攻撃してもらって、できるだけロイね溶かします。うーんまあ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 、フリーズがね気持ち刺さらんこともなさそうぐらいの感覚。いやあのザッピーやっすね。多分僕がもうフリーズならね対戦に多分気づいてると思うんですよ。そうよしで、まあ引っ張ってくんのかな。どうなんだい、引っ張ってこないなら僕が引っ張るよと。でキョスケを生かしたいが、まあキョスケはザッピーで溶かされるか、まあ、ダックプリが生きてますね。これ行っちゃおうかな、なんか行っちゃって良さそうじゃないですか。でいや、いいフリーズ。しかもダックプリがイチャコラしてイチャコラして、いやいい、ヤナメ決まっていく。いやこれはねオーバーキルっすよ今のヤナメで。できることならやっぱクラウンもねいっぱい欲しいっていう、贅沢言うなって感じなんですけども、もうね最後の最後やっぱクラウン数大事になってくるんでね。さあまあ気をつけても蓋してあげて、オッケー、蓋して、まあ、なんかザッピー出しとけみたいな感じっすよね。もう最悪もあれフリーズすればいいんでね。オッケーオッケー、これだって全員あれっすよね。キョスケの爆弾でさよならドカンからの、まああのトリトンが来るんですよね。オッケーオッケー、これフリーズして、いやーいいね、いやーいいね、よし、いやまずは一勝、これで23の1かな、いい感じですね。30勝でいっぱいとかでいけたらマジでねもう幸せなんですよ。ほぼ不可能だと思うんですけど、まあ、30勝は基本的にもうみんなね3罰ぐらいは当たり前にねついてるんで、こんな感じでね、そう30勝とかいっててこの2罰とか1罰とかまでいけると、わこいつちょっとやるなってねやっぱなりますよね。よし罰をつけずにね上がりたいと思います。目標30勝よろしく。まあ、ダブルエリクサーなんでね、最初から。気持ちいい重量級とか、まあ、その重量級に強い巨大スケルトンが強いんじゃないかなと思うんですけど、うわ、すげえ。そんなことある。対空がねえし、たまたま。まあまあまあ。ここはね、許容して、もう形食います。攻めれないんでね。で、あ、ザッピー頑張れ。あ、めっちゃいいフリーズ、さすがにそれは。相手の、初手ゲーすぎるだろっていう攻めに結構ダメージを受けちゃったんですけど、うわーベビードラ強え。
さ、まあ次はハンターいるんでね、守れます。うん、これやばくないですか、相手なかなかな審判具合がえぐいっすよね。フリーズちょっと当たんない、当たるか、やばくないっすこれ。ザッピー、うっ、やばすぎやばすぎ、待ってマジでやばい、こんなチンパンに行かれる。いやー、この不意打ちフリーズで巨助を、いやー強い、いや強い、あ、マジか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 、ちょっと待って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 、なんやこのチンパン、橋前ランバル一人や、一人だけやないかい。ほらほらほら、許さんぞ許さんぞ、俺は行くぞ、ベビー咲いたら止まんねえぞ、なかなかこれが。フリーズしてダクプリ残したかったな。いやでもタルババも使って、オッケーオッケーオッケー、さあ頑張れ。いやレイジが強え、レイジがレイジが強えんだ。いやワンチャンマジである、全然ある、マジである。ランバル、ランバル来てくんねえな、引っ張っちゃう。でザッピー右から、これ右からアタック、右からアタック、右から、いいね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 、からの一本落ちた。僕はここで左も右も守りたい。どっちをどれぐらい守るかっすよね。いやそう簡単に折らせたくないっすよね。230、相手フリーズなんでね、これバルーンの爆破入れないと相手折れないんですよ。よしよし、僕ハンターフリーズが最悪ある、守るか攻めるか悩みどこ。いやあんまり変に守りすぎたくないな。いや相手209、これ来るぞ、逆もワンチャンある、うんあるっすね。相手フリーズ、おっ、これ爆破だけなら耐えて、お待って、耐え、落ちてもいい、落ちてもいい、キングキングくれ俺に、え、あーまあ勝ったか、よし危な、いやね、ちょっと橋前ランバルされただけだったんだよな。しかもなんかさ、最初されてハンターないしみたいなのでね、これで負けたらちょっとやだなと思いながら、まあ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 、なんとかね。危ねえ、これもしかしたらもう一回当たりますね。名前は、あー、スティーブじゃなかったな、こんなイケメンじゃなかった気がする。さあ、まあ初手今日はちょっと怖いから、若干待ってダックプリから入るか、相手のユニット見て強打したいですね。うん、え、オーブン、オーブンだって、オーブン、うん、エレジアイだって、これは行った方がいいんじゃないでしょうか。スケラ打ちてえな。うん、こやこや出た、これメガナイトとかのやつかな。僕がさ、いつか前に動画で紹介したことあるようなやつなんじゃない、もしかしたら。いや説あるよなマジで。ホバリングムートの、いや小屋ちょっと厄介だな。普通に小屋が厄介っていうね。まあまあまあ、さあ、であんまどうだろうな、これ普通にスケラ打つだけ相手はきついと思うんですよ。まあメガナイトとかいるかなと。だからどっち行くかっていう話なんで、ここで一回逆サイとか行ってみると面白そう。メガナイト踏み、お、ザッピーか、これさ、トリトンでキング起動したいんだよな。あ、ザッピーが思ったより頑張りすぎてんな。いや折れる、いやでかすぎ、いやー一発殴ってほしかったな。いやいいね、まあ、あとはこの小屋のね、ファイスピがいて、よしよしよし、もう巨助トリトンいれば多分これは守れそうだな。相手このデッキで上がってきたの、普通にすごいけどな。ね、この小屋ホバリングムート、よしで多分ライトニングとかもマジでないんですよ。そうそう、だから普通にこの巨助はね突破できない。これトリトンが働くかな、働かねえか。でどうせなら僕はあの贅沢ねしたい。ワンチャンねえかなこれ。メガナイトとか、メガナイト相手いると思うんだけど、全然出てこねえな。
いや、キングちょうだい。ありがとう。マジでキングくれる人大好き。オッケー。さあ、グッドゲームでございます。20、これで、なんぼや。25か。25-1 はなかなかやる説あるっすよね。まあでも僕あれなんですよね。25-2 ぐらいから3連敗して終わったんですよ。そう。だから、こっからっすね。25からが大事っすね。うん。まあ、ザッピーセパで、さあ今回の相手はラバと。で、ラバ相手にはもう形を組むしかないですね、僕は。あの、守りって言っても守れないんで。で、本当はここでスケラを打たないといけないんですけど、スケラがないっていう。いや、相手の受けがうまいな。よし。あ、ザッピー？いや、いい。え、待って。あ、でもこれ矢の雨がある、このデッキ。事件。あ、これファイブ飛んでくるかな。ファイブ飛んで来ない。来ない。来ないなんてことある？え？ファイブ飛んで来ない。しかもこれババを。あー、ババフリー。ババうまいな、相手。ね。下にやってたらこれダック、あ、ポイズン、あ、ポイズン。ペーズンだ、ペーズン。みかんさんがよく言う。ペーズンだ、今回の相手は。ってことは、ザッピーが行きますね。ペーズン。みかんさんなんか、青森かな、出身が、だからか、関係あるかわかんないけど、なんか、イントネーションが。いや、ペーズンは多分冗談だと思うんですけど、なんか、なんだろう、あの、ミニ、ドラえもんって言うんですよ、ドラえもん。あとは、ミニペッカ。ミニペッカはさすがにバカにしてる？なんか、ミニペ。ミニペ？なんか、イントネーションがね、全部違うんですよ。ドラえもんってやばくないですか？ね、ふざけてんのかっていう。いや、別に全然あのバカにしてるとかじゃないですよ。そう、なんかそう、イントネーションが違くて、なんかね、めちゃくちゃ笑った覚えがあるっすね。よしよしよし、いいね。あの、いけ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 、これ柳雨あるの強えな、マジで。からの全部さよなら。いや、いいな。いや、これしかもキング折れるのはもう大好き。大好き大好き。これね、こうダクプリが強いんですよ。キョスキプラスダクプリを組めば、相手はこうディガーだけとかババだけではね、基本的にはやっぱ守れないんですよ。だから結構ね、防衛コストを割かないといけなくて、まあ、その間にこうザッピーハンター、まあ、しかないんですけど、まあ、それでね耐えるよと。もうキョスケダクプリを組むのが大事ですね。で、あとはまあハンターとかザッピーを一緒になんかファイボとかポイズンとかで処理されることがなければ、まあ大丈夫だと思います。とりあえずもうケツ出してね。ケツザー。あ、ラバ来ましたね。で、あの、辛いのがマジで、あの、キョスケがここでないのがこれやばいですね。これがね、バカ辛い。マジで。笑えない。本当に。泣きたい。相手ヤナアメだ。これライトニングかもしれないっす。うん。あ、まあまあ。何やこれ。うん。ナイティン？お、これ相手絶対きついでしょ。この、やっぱダックプリが強いんですよ。ちょっとサイクルがね、あんまよろしくないんですけども。フリーズしてえな。お、相手ヤナアメ外してる。ハンターが。まあまあ、これ溶かしてしまえば、ディガーもしかしたら来ます。もう余裕ですね。なんならラバ相性いいみたいな。しかもこのトリトンが地味ね。ああ、これもダックプリで攻めちゃって、みたいな。で、ハンターで。まあ、バルーン一発は入ると思うんですけど、逆に一発だけで済むなら、みたいなね。あ、敗北と。いや、ハンターよく頑張った、そこ。さあ、あとは、まあ、形組んでね、いきます。で、ファイボと、やらめでしたよね。そう、ファイヤでしたね。なんで、今は一応ザッピーが最強。だけど、まあ、ラバフタされると、ちょっと嫌ですね。なんならフリーズしてもいいな。よしよし。で、キョスケ解けて、この間に、インドラもね、処理できると。うん、処理できてねえな。相手ねえのかな、あれは。うん、まあまあ、いやー、これ一本もっと攻めてよかったかな。うん、あ、ファイボザップ
あれ斜めじゃなかったか。よしよしよし。まあ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 。いやーまだ頑張れますよ全然。うん、矢もあるやっぱ。矢ファイブザップだ。これスケラウ系相手結構きつそうじゃないですか。これザッピ、ザッピ殴んねえのか君。サボり癖が。うわーマジか。ちょっとやばくなってきたな。ちょっと怖いっすよね。こうなってくると。ね。できるだけ対空何回も出したいっすね。対空多めにね。最悪防衛フリーズある。矢座でザッピー飛んじゃうんすよね。これ。いや、でもこれ結構いい流れ。うん。うん。いや、マジでやばい。笑えねえ、笑えねえ、笑えねえ。ヤファイボザップか。真ん中ラブとかもワンチャン。いやーこれはいい。うんーちょっとやばい。一応フリーズで耐えれる。あだからディガーがねえのか今回の相手。いやダメかなこれ多分。使った方がいいな。一発も入れたらダメ。いやー痛え。流れが、あ、馬場を持たれてるとどうしようかなっていう感じっすよね。うん。さあ、ファイブを使ったら僕のハンター生きるからでかいっすね。ファイブを使ってくれるのありがてえな。これだって耐えれねえのかな。うわ、やばい。耐えれそう。いや、いいトリトン。いや、これ、ダックプリ走れ。うん。うわぁ、惜しいなぁ。ちょっとやばいなぁ。マジで。やだやだやだ。負けたくない、負けたくない。よし、耐える。ダックプリ！ダックプリナイス！ヤンキーしろ、ヤンキーしろ。もうちょっと。もうちょっと、オッケーオッケーオッケー、あぶね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 。スペルが一個多いことによってなんかね、いい感じにやられちゃいましたね。こえーやば、待って、27の1は激アツ。ラバー結構いいっすね。やなめが、ダックプリもいい感じだな。こえー、これ、グローバル大会って、同じ勝利数、まあ、プラスマイナス2勝差のね、人とマッチングするようにできてるんですよ。だから、同じ人とマッチングすることは全然あって、このアンドレス、マッチングしたくないね。うん、マジでしたくないから、変えるっていう手もあるけど、まあ、やーめファイブザップだしな。なんか、枯渇とかでも負けそうだし、ね、他のスケラーもなんか負けそうだし、これで戦うしかないよね。キョロイとかもなんかむずそうでした。キョロイぐらいかな。ね、ヤナメファイブザップ。やばいっすね。だってライドラとかもヤナメファイブで飛ぶんですよ。だからヤナメファイブザップあればぶっちゃけ何でも突破できる。まあ、ファルチェぐらいか。ファルチェぐらいっすね。まあ、僕でもファルチェマジで。使わないっすよね。本当に。最強、ファルチェ最強時代の時ぐらいしか使ったことないから。さあ、あ、やったね。墓地大の、なんか相性良かった気がすんな。ね、なんか結構余裕があった気がする。この名前は。ラバホリカ、あ、出た！キョスケ、あれだ、キョスケ。ん？じゃあ、エレジャイ、エレジャイホバーザッピーのやつだ。これもう神相性、お、違う、デッキが変わってる。待って待って待って。事件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 。え？デッキが変わってる。親衛隊になってる。え、やだやだ、逆にやばい。親衛隊はマジやだ。え、普通に親衛隊ロイフグの小屋？ゴボリをゴブ小屋にしたやつかな、多分。全然デッキじゃ変えながらやってたんや。いや、ゴブ小屋ちょっと厄介っすね。キョスケのメタカードって親衛隊なんですよね。そう。さあ、まあ、ダクプリがいるから、僕はね。まあ頑張れるかなぐらいの感じですね。ダックプリで全部頑張ります。さあ、いいファイボだ。
いやこれ2周目新衛隊とか回んのかな。いや回るな、俺の挙助が回ってるもんな。さあうん、いやこれなかなかめんどくさいのと当たっちゃいましたよ。あでもダクプリハンターが全部壊してんな。 いいね程よく許容しつつ、ファイブもあるのか。スケラ打てるといいっすね僕は。もうこういうとこでおしゃれに狙っていく。あめっちゃいい端前蓋って相手なんか、俺さっきさこの墓地大脳って人なんか余裕だって気がしたんだけど、こんなちゃんとしてたっけって、こんなうまかったっけって。人変わった、さすがにね。なんか今ローフが来たらやべえな。さあ勝たなきゃいけないぞ。まあ左側の1200を守る方法はもうロイホグで送るので、ダックプリで守るぐらいかな。相手はまあ攻めなければいいもんな、ぶっちゃけ。いや痛え、痛すぎる。俺の挙助がここで行かれてしまうのが泣きて。いやでも小屋置いた、これワンチャンねえのかな。攻めフリーズ、いや逆サイ来てるから一回守ります。攻めフリーズしてんですけど、あの LSP がね、いや LSP うまい、 LSP マジで極めすぎ。よしよし、いや全然あるっすね、全然耐えれます。いやマジである。これで相手が調子乗って攻めてきてくんねえかな。ダックプリンだけ行くようなある。お、え、バッタ、待って。いや、ファイブ圏内耐える。うわ、マジか。マジか。それだけはあかんって。マジであかん。これ、やりごぶ、もう奇跡のワンパン。やあ、CA 対応すぎる。くっそー、マジか。負けたな、これ。悔しいな。なんか、五分小屋がいい味出してましたね。五分小屋、ワンチャン五分折り。だったら、でもきつかったかな。まあ、親衛隊がやっぱちょっときつかったですね。というわけで、いや、負けたの悔しいですね。ここで終わりたいなと思います。またね、上位入ったら、お話しできればいいかなと思います。このデッキね、ダブルエリクサー、強そうです。なので、もうなんならパクってこの後ね使っちゃおうかなと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、コメント等もよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。